さ、じゃあ、あれさっきだったこの開いた時の音で車種バレるので、ね、あ、Nボックスよ。言うな言うな。言っとる言っとる。言ってるんかい。よし。全然見えんけど。もう暗いからね。どうしましょうか、まあ、ここからね。まあもう、あれじゃない？ノルノルホテルにもう。帰りますか、うん、ちょそう、洗濯してないんでね。あ、そうです。あ、そうだね、オッケー。洗濯今日結局してないんで。いや、そう、今楽しそうっていう声が見えてるんですけど、バカ楽しい。あのね。そりゃそう。昨日会ったら絶対嘘だと思うんで。もともと知り合いではあるんだけど。おい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 。ちょっと待って。びっくりした。道幅が思ったより狭かった。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫。すってはない。あの、うん、若干脱輪した。たつき、事故りかける。切り返しや。はい。よいしょ。はい、完璧、神。イェイイェイ。安全運転でお願いしますね。はい。今日はね、早寝しようと思います。うん。結局1時くらいまで寝られなかったんですよね、なんか。まあ、あるあるよな。なんかね、疲れすぎてて動きたくなくて、お風呂にお湯張るのめんどくさくなっちゃって、って感じですね。うん。お、来たー。こんにちは、こんにちは、どうも、ちゅんまです。そして、お疲れ様です。たつきです。お、そして、はい、もう、ダメです、家族。ごめんなさい、今からちょっとお寿司を食べに。シスオさん食べるんですか？そう、シスオに昨日会えなかったからね、お寿司を食べに。いいなぁ。あ、今二人一緒にいるの？あ、そうですよ。あ、いや、どう見たって一人じゃないですか、この。あの、ハッシュタグちゃんと読んでください。本当だ。いや、姉貴が、あ、やってるよって言って入ってみたら、そのうちしかいなかったから。結構ずっとやってた。結構あった。たつきくんの声でした。たつきさんに運転してもらってね、今日も一日いろいろな場所に行ってたわけでございます。あ、そうなんだ。お疲れ様、はい、お疲れ様。いや、もうたつきさんにそれは言ってください。いやいやいや。マジでずっと本当に運転してもらってるんで。でも財布的にお疲れ様なのは乗り換え。あ、そうなんだ。あの、突然愛媛で万年筆買いました。ちなみにおいくら前なんですか？2万2000円です。バカじゃないの？ 2万2000円？バカじゃないのって言ったの。2万2000円のワンネス買ったのって何ですか？やばいね。やばいでしょ。やばいね。いや、モルチもやばいけど、それを買わせるタツキ君のプレゼン力もすごい、ね。いや、そう。マジで。さらに、あの、フォロワーさんたちのね、圧もすごかった。すごかった。あ、そうなんだ。うん。何なんか何パーセントがもらってんの、たつき君。あ、皆さん、フォロワーの皆さんがもしアマゾンで買ったら、まあ、そのうちの何パーセントかもらってますけど。あ、俺もそれしようかな、アマゾンさんから。なるほど、まあまあ、でも、まあ、まあ正直 YouTube よりは収益上っすよ。なるほどね。たつきチャンネル収益化してないから、ね、いやえ、あの、えんちゃんとの自分の分け前より圧倒的に上。言うな、悲しくなるぞ。いや、マジでそうよ。マジでそう、でも。歌ってみたわね。確かにな。あれなんで。じゃあ、お二方は今日は何お泊まりですか？いやいや、今からノルチを捨てて帰ります。捨てないで、下ろして、丁寧に。で、まあ、いいね。帰るまでぐらいにしとくということで、頑張ってね。はい。はい。じゃあ、ちょっと食べてきまーす。はーい。ちょっと、おつです、ちょっと持ってきてくださいね。ジャスティス。ジャスティス。ジャスティス。君のハートに。レボリューション。あ、リスナーやっちゃった。くそう。バカじゃないの、いただきました。ほんとだよ、マジで。バカじゃないの。バカです。土星論で草。買わせたのあんたですからね。買わせたつもりはないけどね。俺は一旦支出としか言ってないよ。いや、でも、
まあ後悔はせんよ。本当？ああ、そのことを信じてあと60年使っていきたいと思います。ん、あ、また僕が大人になるぐらいにはきっと80歳が定年になってると思う。あ、どんどん上がるよ定年なんて。やだな、未来のことを考えると生きていきたくなくなるな。労働者不足を頑張って得ないとしんどいな。YouTube の動画1万本くらい乱立させて一生それが見られるぐらいにしてほしい。作らなくても、もう作らなくても生きていける。金様とかもできるんじゃないかな。うん、できると思う。普通の人の生活すればできそう。いや、バカじゃないって言われちゃったよな。バカみたいな。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。はあ、ドスを持つマジマゴロ、技すごい。なんすかそれ。エンチャント版。ああ、技すごいよ、語彙力よね。技すごい。え、それももちろん、ちょっさちょっすよ。ちゃんと龍が如くむっちゃ好きな友達にインタビューしまくって書いたらしいよ。偉いな、ちょっさ努力の人だ。そう、今日は何したっけな、 何したっけ、何買ったっけな。万年筆。いや、私万年筆のインパクトでかすぎて、他にもちょっとなんかちょこちょこ買ったんですけど、ガチャガチャとか。あ、そう、ガチャガチャ。カルト全集。そう、昨日か一昨日にあれ食べたって、6時やね。そう、6時や食べたんで、ハタだと。ハタだね、ごめんなさい。ハタだと、ハタだ、ハタだ、ハタだよね。ハタだと、まああの漢字で考えたらいいよ。畑に田んぼの田やから、ハタだ、ハタださんでしょ。ハタだですね。うん、後半ちょっとふざけましたけど、まあとね、一六買ってきたんで。今日でも意外とそんなに買ってはないか。金使ってない。何言ってんの？いや、その2万円。2万円だよ。だけかなっていう。2万円は使ってるでしょ。あれ通るか。すごいな。なんかあの個数で言うとさ、買ったものの、まあ、個数一個がでかすぎるんだってば。個数で言うと。でもあれぐらいじゃない、本当に。まあね、5個ぐらいですけど。あ、嘘だわ。あと、ちょっさん一押し、ポンジュースグミとポンジュースアミも買いました。ね、エミフルって何買ったっけ。エミフルは結局何も買ってないっすね。何も買ってないんか。ポケモンカード買おうと思ってけど、やめました。ポケモンカード買えねえよ。ってな感じでね、まもなく、ついてしまうので。はい。はい、終わりたいと思います。ぜひ、なんか万年筆の使い方を教えてください。うん、なんかあの、リレーのバトンに使うとかね、そういうなんか、ユーズフルな。日本語が出てこない。便利な、そう、便利な、ね、使い方を教えてください。もうないな、頭が分かるけどね、なんか。ちょっとわかるよ。その、英語の方が便利な表現ってたまにあるんよ。そう。でも、そう、なんかね、妹とか、妹にめちゃくちゃブーイング食らうんで。かぶれとるみたいに言われるよ。あいつ韓国行ったことないくせに、なんか韓国語なんと、いろいろしてるんですけど。はい、そんなこんなに。この前なんか、なんかプシューってなった時、スプラッシュしたって言ったら怒られました。じゃあなんて言うんってめっちゃ思った。弾けた。吹き出た。吹き出たっすね。まあいいや、はい。ちょっと本当にホテルついちゃうんで、終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。バイバイ。もつぴょー。うん、ここやろ。そうです。先生、ありがとうございました。はい。じゃあまた後ほど。後ほど？後ほどじゃねえが。あの、連絡はします。あ、お願いします。じゃあ、先生、ありがとうございました。お疲れーす。万年筆を楽しみたいと思います。足りないけど。ありがとうございました。